大宮競輪場は埼玉県埼玉市大宮区工尾町にある競輪場。施設所有及び取材は埼玉県。競技実施はジャカ・東日本地区本部関東支部。実況は東京電説工業で担当は2018年12月より、綿貫博士が2011年3月以来再登板している。綿貫が担当しなかった期間は坂巻勇樹が担当していた。 1979年頃の大宮公園をもとに作成。中央の森のバンク園形になっているのが大宮競輪場兼陸上競技場である。正式名称は大宮公園陸上競技場を県総輪場で埼玉県営大宮公園内に所在している。総輪場としての開設は1939年4月だが、これは1940年に開催予定だった。 東京オリンピックの自転車競技の会場として使用することを想定されたために建設されたもので、競輪場としては1949年1月14日に開設された。毎年の1月に開設記念として日本自転車振興会理事を務め、競輪の生みの親と呼ばれた倉重帝介の功績を称え、倉重記念範囲が行われている。 なお特別経輪は1955年8月の全国都道府県選抜経輪以降開催されていない枠番連勝複式及び車番連勝短式制の導入は1999年4月5日からキャリーオーバー発生時に最大12億円の配当金が得られる可能性があるシゲ式投票方式 K-DREAMS を2010年8月25日より 発売開始した。ただし本場や競輪場外社券売り場では購入できず、開園制のネット販売に限定される。なお西武園競輪場も埼玉県主催のため、競輪では初のキャリーオーバー共有方式での発売となる。競輪トラックの内側には、日本陸上競技連盟、第2種公認の400メートルトラックを持つ陸上競技場が併設され、 競輪や自転車競技会の開催されない日には一般開放している。かつては埼玉県営大宮公園サッカー場が完成するまでサッカー会場として使用されており、1956年には第36回天皇杯全日本サッカー選手権大会が開催されている。2015年にはズレ山マズレコの太ももでサンバが大宮 西部園競輪応援ソングとなった。2019年に最終案が公表された大宮公園の再整備プラン大宮公園グランドデザインによれば、東京輪場をはじめとする大宮公園に所在する運動施設は将来的には撤去され、その跡地にはレクリエーションスポーツの広場を整備する方針が示された。このため運動施設の移転先として、 大宮第二公園に多機能スタジアムを整備する方針も合わせて示されている。関東地方では、宇都宮、千葉と並ぶ一周500メートルバンク。年配のファンからは、大宮競馬場と形容されるほどに直線が長く、追込選手に有利とされている。対して、先行選手は総じて不利とされる。なお、形容される大宮競馬場は、戦前に実在した競馬場である。 場所は現在のステーラタウンの位置である。一節4日完成開催となった2002年4月以降の歴代記念競輪優勝者を歴。同じ埼玉県にある西武園競輪場のマスコットキャラのサイボーグと埼玉ラインを組んでいる。ありがとうございます。